加賀屋のつんのまアフタートークー、お願いします。いや本当にありがとうございます。ありがとうございます。楽しかったです。最高ですよ、ありがとうございます。パンチさんに来ていただけるとはね、いい思い出になりました。いやこちらこそ呼んでもらえるとはね、来ていただけるとはね、いやもう生きて呼んでいただけるとは、生きて呼んでいただけるのに生きて帰ってくれて、帰ってくれ、こんなね本当にもう元気よくね、元気よく、本当何より本当に、みんなが元気にやってるのが何より、何よりももう一番、時間潰すだけだろ、あ今時間埋めるためだけに音が出てる状態だから旅行に向かってる最中だね、ダメ、旅行に向かってる目的地までの絶妙な距離じゃない、昼の FM ぐらい何にも内容ない、昼の FM を悪く言うのよ、わかんないけどな、本当蒸し暑いですよね。正義か。俺のことは悪く言っても昼の FM は悪くない。やってないです。俺のことはいいけど。やってないです。支援行為みたいなトーク。確かに。とにかく曲まで喋ってよ。支援行為ではねえだろ。支援行為取られるから。いや嬉しい。ちょっとまあデジタル写真集が縁で来させて、あの来ていただいて、本当にありがたいですけど、あのデジタル写真集の時にパンチ浜崎さんが、その私服が明るいみたいな話を、俺私服明るいんだよね、表記物みたいな感じでつって、しかも派手だからさみたいな話をされてて、今日ちょっと楽しみだったんですけど、そのプッチみたいな、その派手な奥様みたいな、そうなんです、確かに確かに、フランスの上品な、そういうタイプの派手さなんですよ、この派手さでした。花柄が今年は流行るということで、ただちょっとさ、まあ、この年齢になるとブランドがもう変わらないみたいな、はい、ずっとなんか、はい、もう3つぐらい好きなやつが、はい、今更変わんないしみたいな、はい、のでずっとそれしてたら、あのこのブランドがちょっと暴れ始めてるってのはあるぞこんなんじゃなかった、じゃあ違うの別に、いやもう本当になると帰られん、もう帰られんもうめちゃくちゃおじさん、めちゃくちゃおじさん、好きな服を着ればいいだけの話なんだから、いやまあ好きなんですけどね、この感じ、ね、あそのブランドがめっちゃ似合ってます、どんどん明るくなって、明るくなってきてるっていうのはありますけど、かわいいです、柄と合いすぎますよね、パンチだから余計に、あそれはずっとあるね、なんか逆になんか無地とか着てるとなんか変に思われちゃうというか、めっちゃおじさんになっちゃうか、そう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 、アムさん基本的に洋服ってあんま似合わないそうそうそう、洋服が似合わない、ジンベエぐらいしか似合わない和服だ、和の服なんだ、ジンベエは本当に似合う、本当に似合う、洋服と相性が悪い、ただジンベエは似合いすぎてそれはそれで怖い人に思われたらやばいから怖い人に思われる、でもジンベエでもそんな怖くない、やっぱあの目がね、あの羊の目をしてるからつぶらですよ、肉食ではないですもしくは室内犬ね、眉毛がなんかそのめっちゃ可愛いですよね、まあ、でそれこそ全部知ってくれてるからね、全部知ってくれてるからって言ったら、僕より僕を知ってくれてるから、ね、一回抱かれてるみたいな言い方になる、あれは抱かれたでしょ、抱かれた、確かにな、砂漠で抱かれて、抱かれてデジタル写真集ぜひ、たくさんメールも来てるんで、ありがとうございます、ちょっと読んでいか、いきたいと思います、はい、東京都ラジオネームマドコロンさん、ありがとうございます、ザパンチさんのライトなブラックさが大好きで、レッドカーペットは欠かさず見て、はい、ノーパンチさんのお願いだから死んでなどと爽やかな直球が大好きでした、当時付き合ってた人とは笑いのセンスが同じだったので、喧嘩になりそうな時もナイアガラの滝でシャンプーしてきてなどと怒りは表現しつつ大喧嘩にならずに済む、素晴らしい発明でした、仕事でムカつくお客さんにも使えたので汎用性は高かったです、ムカつくお客さんに使っちゃダメなんじゃない、裏でかな、裏でだろう ね、 ですね、うん、頭の中でそうだね、うん、あーびっくりした直接言ってたら、ね、大問題なんだお前は、うん、なっちゃうお聞きしたかったのは、世界がハラスメントでうるさくなってきてどんどん言葉狩りが始まりましたが、うん、その時、はいはい、ノーパンチさんはツッコミをどうしようと思いましたか、いっそお蔵入りまで考えられましたか、うーん、ノーパンチさんって呼ぶタイプなんですね、確かにたまにね、たまに言われるけどうーん、あ俺かってなるけどね松尾さん自体が砂漠でラクダに逃げられてはめちゃくちゃいいですよね、まあ、言えるしね、今でも全然言えるし、あれだけど、そう細かいこと言うとね、結構厳しいのはなんか他あったんですか、
今言う完全に、うん、あの言えないのを思いついてしまったみたいなのはよくあった、ね、言えないの思いついて、それはそうだろうみたいな。舞台だけちょっと言ってみたりしたことあったけど、それは舞台だけでは言ってたよ、うん、バシ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 言ってました。でも、ね、テレビって考えたらそれは言えないかっていうやつと、うん、あとあの大丈夫なんだけど今日からオンエアまでの日の間に、うん、なんかそんな事件があったら全部切ることになりますとかいうこともあったし、今出たナイアガラの滝で誰かが亡くなられたりとか、極端な話ね、なな、ちょっと言えなくなっちゃったりするじゃない、うん、な収録とオンエアの間に、そうそう、そういうのは結構あったりとかもしたし、だからやめようっていうか自然となくなってきただけだから俺らは、はい、で、うん、急にあの今やってる感じのネタにシフトしようっていうわけじゃなくて、うん、あ、なるほど、少しずつ変わってきて今の感じになってったから、うん、あの受けたいっていう、そうそうそう、それだけ、本当にそ、その一心です。そうですよね、お客さんもそうなってる、今日のお客さんが笑ってくれたらいいなの、そうそう、繰り返しなだけで、言わない方がいいなとか、じゃあこういうことしようかとか、うん、ネタの感じ変えようかっていう感じだから、うん、一番ひどいやつってどんなやつ。一番ひどいやつはやっぱりね、朝4時ぐらいに2人でゲラゲラ笑ったやつなのよ。なるほど、あ、ひどいってのはあれ受けないという意味、過激は、いや、もう全然言えないやつ、全然言えない、それやっぱあった、いっぱいありました。だから、まあ、どこどこのミサイルがどこどこみたいなとこ、いや、もう一択じゃないですか、一択ですよ、そ、1111、ね、あと、いやいや、映画とかの話もそうそう、あと社会問題系のさとか、なんか、うん、ほら食品偽装とか、ね、なんかそういうのがあったりとかしたら、あったら俺はもう本当テレビ見ながらなんだとってなって、これだってなったりとか、今日一番受けんのこれだみたいな、時事ネタもいっぱいあって、時事ネタでもあるんだ、そう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 、わ、おもろ、なんか賞味期限切れのを出してたみたいなので大問題になったりとかさ、うん、そういうのあったらそういうの言うしとか、なんか不倫がバレてみたいな、うん、そう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 、当時とかね、うん、問題になってるとか、めっちゃ弱いやつってあるんですか、うん、一番弱いのは、うん、もう本当に逆にこれが一番受けんじゃないかと思って浜さんとゲラゲラ笑って、うん、当日やって一番受けなかったのが、うん、パンツにうんちついてんのお母さんに見つかって全然受けない、受けないですか、うん、なんか一周回っちゃってすげえ二人で絶対おもしろいって、なんでか思っちゃって、いや、お前めっちゃおもろいですけどね、めちゃくちゃ滑ったよね、めちゃくちゃ滑った、一周滑ってる、一周滑った、一周滑ってるから、ちょっとね調子乗りすぎちゃう。その前に俺覚えてるのが、あのお母さんのブラジャーでバンジージャンプしてみたのがなんか受けた、意味わかんないどういうこと、お母さん覚えてない、お母さんのブラジャーだから、要はまあ紐をね、けまあまあ、けそれ考えてできたことじゃない、その、うん、箱からさ、いつどこで誰が何をしたみたいに引いてガンダムのお母さんのつってお母さんのブラジャーでまあ紐代わりにバンジージャンプしてみたのがドーンって受けたから、調子に乗って、うんうん、お母さん一般人に言って、そう、お母さん見つかってはちゃんと滑るっていう、その、あの、ちゃんと甘くないっていうちゃんと考えなくっちゃと、ああ調子に乗っちゃったな、別にお母さんシリーズ全部書けるわけじゃないなっていうお母さんシリーズいいけど、いや面白いですけどね、これ確かに。でも僕らはその変遷を知らなかったんで、うん、最初見た時は驚きましたね、うん、今すーこんな形になってる、まあ、確かにあれは言ってもコントだしね、うん、まあそうです ね、 ね、ちょっと漫才っていう感じじゃないですからね、うん。